あけましておめでとうございます今日は2019年1月4日ですポルシェ太郎っていう小説を9月とかですかね夏に書き終えてで文芸に後編が掲載されて以来 小説発表してなかったんですが2018年の後半3ヶ月間はですねポリシェ太郎の執筆で結構消耗したんですねただまあ短期間だったんですけど4月ぐらいから9月ぐらいまでポリシェ太郎っていうのは前編後編に分けて、えー、雑誌文芸に掲載されましただいたい僕その全部書きき切ってから掲載するパターンが多いんですけれどもポリシェ太郎は前半を書いて 2018年の7月掲載号の文芸にのっけてその後で後編を残りの3ヶ月の期限の間に書くっていう方式を取りました小説って後編に進めば進むほど書くことって結構限定されるんですね書き始めの方こそ可能性っていうのは無限にあるんですけどだんだんと可能性って減ってくるのであの後半の方が書くのは早かったですただコンテクストオブザ・デッドのように後半の方がどう収束させるか難しい 時間かかるるいう場合ももあるんですけれども最近は割とうん前半に時間がかかって、まあ、設定の構築とかですねに時間がかかって後半は割とすんなりいく場合が多いですポルシャだろうも、まあ、後編は2ヶ月間ぐらいでみちっと短期間で書き終えることができました期間は短かったものの本当最後の1週間ぐらいは具合悪くなるぐらいもう全然外出せず集中して書いたんで精神的に結構消耗したんですね なんで、9月とか北海道とかにドライブに行こうと思ってたんですが、まあ地震で遊びで北海道行きづらい雰囲気になっちゃってですね、エッセイをまとめて書いたりだとか、あと新しいことをしたりしました。そうです。それこそ YouTube を始めたんですよね。だから YouTube の編集とか、取材のため海外旅行に行ったんですが、これの、海外なんでちゃんとそのカメラの機材買おうと思って、 いろいろと研究して,てマンフロットの三脚やらレンズやら実際に海外に行ってとかやってたら結構もう時間がかかっちゃいましたバイクも探したいってなってテレビ出演とかですねまあ最大の理由は、まあ、これは当たり前なんですけど次の小説をどう書いていいかについて悩んでたからですね散々今までごちゃごちゃ述べましたが副次的な要素にしか過ぎないです最大の要因は、 次の小説について悩んでたからなんですね。次どんな小説を書こうかっていうのはなんとなくもう構想としては3つぐらいあってその中からよしこれをテーマにして小説を書こうと決めたのが10月とかですかね。そこから資料とかを集めたりしたんです。これはもういろんな仕事でも共通だと思うんですが資料を集めるっていうことに逃げちゃうんですね。 もういくら資料を求めても答えなんかなくて自分で考えなきゃいけないんですけどこればっかりはね2003年に小説家デビューしてもいまだにね2019年ですけど今いまだにやっちゃうんですねやっぱどうしても逃げちゃうっていう弱い部分がありますでも資料を読むこともそんなに悪ではないんですよ淡々資料を読んでそれでももう前に進まなかったら自分で考えるしかないっていうことに気づくわけですね なんでも言い訳ができなくなるところまで自分を追い込むという点では資料を読むっていうのも悪くはないです。12月半ばぐらいまでずっと資料を読んでいまして資料を読みつつもなんとなくその設定を考えたんですね。もうここにあるのがもう設定なんですけれども僕はそのプロットを全部詳しく 決めるってことはないんですが、絶対に押さえておきたいシーンとか描写、あとは、それを構成するための設定でですね、設定に関しては僕は結構時間かけてみっちり考えます。自分がどうしても描きたいことから逆算していくと、まあ収まるべきところに収まっていくんですよ。あなんかこれ小説の書き方講座みたいになっちゃってるんですけど、えー、っと、なんでまあ、それで設定考えて、 後半からどうやってストーリーの動きを生もうかなっていうことについて悩んでて、で、ずるずると時間が経っちゃいました。YouTube もいい気分転換になりました。小説って集中できる時間だけで書かないと意味がないんですけれども、YouTube も YouTube もね、アイディア考えたりとか、あとは、まあ、編集がやっぱ圧倒的に時間かかるっていうことですね。編集ソフトのプレミアプロに向き合何時間も向き合ってるとですね、 もうなんか自分の滑舌の悪さとかあとはこのシーンの絵が撮れてないじゃないかっていうフラストレーションがどんどんたまっていくんですけどただもう一方で小説のありがたさっていうのが分かるんですよ小説って過去に遡って絵を撮り忘れた後悔とかしなくていいですし全部自分でコントロールできる文字だけでコントロールできるって小説って表現媒体ってすごいいいなって改めて小説を書く魅力について僕は気づかされました YouTube を。 編集することによってなんですけれどもやっぱりですね何か YouTube って何かその新しいことをやるっていうのが楽しくてワクワクするんですけどやっぱ心のどっかで罪悪感があるんですね自分の人生はででですすね小説を書くことししか前進しないんですよだから小説が前に進まないとどんなにプライベートがうまくいったりどんなにまあ本業以外のことで面白みを感じられたりしてもなんかずっと と心の片隅に罪悪感があるんですね。まあ、自分のと一番の得意技は小説を書くことなんで、いい加減に小説はもう書かなきゃいけない。もう3ヶ月ぐらいで一気に書かないとダメかもしれないなって思いました。短い時間で書いた方がいいんですよ。時間がかかっちゃう。書き始めの頃と書き終わりの頃で結構もう作者の人格とかが変わっちゃうんですね。人格というかまあ経験値がもう違いますし。 やっぱ前半で書いたことの方が頭を悪く感じたりするんですよ。なんで、何かその前半と後半で温度差が生まれてしまうんですが、一瞬で一息に書いてしまった方が、そこのバランスがちぐはぐにならないので、メタンモルフォシスを書いた2014年ぐらいから僕はもうずっと短い時間でバッて書くようにしてます。 小説家であるっていうことが当たり前すぎると万全と書いちゃうなとも思ったんですね。心持ちとしては小説家じゃなくて色々な商売をやってる人間が人から頼まれて小説を書いてみたっていう意識でやろうかなってなんか今思ってます。そう考えた方が自分がなぜ小説を書くのかとか自分が小説を書く意味っていうのも意識することができますし新鮮な気持ちで書くことができると思ったんですね。 というわけで、ついにもう昨日ですね。まあ本当は昨日から撮った方が良かったんですが、1月3日からようやく新しい小説を書くことができました。まあこの画面をね、見せちゃっていいのかと思いますけど、これはポメラっていう端末で、まあ僕いつも書いてるんですけど、もう横書きで、 ま、昨日の午前中、一番仕事に集中できる午前中に、1300文字ぐらい書きまして、で、夕飯頃に、あの、グリルで鶏肉焼きながら、その10分間ぐらいの間に、冒頭のシーンを書き直したりしました。で、今日も午前中にその続きを、まあ、600文字ぐらい書いたんですかね。なんとか、進むことができました。 僕ね、年末に新潮社の編集者と約束したんですよ。もう2月末目安で第1項を書き上げるっていう約束しちゃいました。でもね、ちょっとね、第、これね、多分全体で原稿用紙300枚台の作品にはなると思うんですね。300枚ってことは、60日で割ると1日5枚。 まあ5枚もね、不可能じゃないんですけれども、やっぱ小説ってやっぱそのシーンによっては筆がなかなか進まないとこもあるんですよ。なんで、毎日、1日5枚も書けないと思うんですね。なんで、言い出しておいてあれなんですけど、2月末は苦しいかな。ただ、3月末までに第1個、まあ、最初から最後まで書き終わって編集者に出すっていうことは、現実的だなというふうに思いました。なので、 とりあえず3月末目標で書き上げるようにします。でなんでこんなのも取ってるかっていうと、もう有限実行しようかなと思い、まあ自分の決意を記録するっていう意味で、これ撮ってみました。